はいどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、ちょっと視聴者さんからの、ちょっと質問があって、このディアキャリアね、にどうやってね GB のトップボックスつけてるんですかというご質問がありました。ホームセンターのね部材を使って僕はつけたんですけど、それのご紹介をちょっとしてみようと思いますね。でまず取り付けはリアキャリアを外さないとダメですね。これ標準でついてる、リアキャリアを外していきます。これはねボルト3箇所で、止まってます。今触ってるとこはねゴムのキャップが真ん中に入ってるんで、それをねちょっと外し爪でピピってやったら外れるんで、それで外してください。12ミリですね、のナットで止まってるんで、12ミリソケットレンチで、外すか、まあメガネ使ってもらってもいいですけど、はい、どっちか、まあとりあえず外してあげてください。結構きつく締まってますね。まあ当たり前ですけどね。はい、で六角もね、これ最初ちょっとこれ上つけちゃってる状態からそんなやって今ちょっと見てもらってやってるんでちょっと入りにくいですけど、こんな感じでついてますね。最初ねゴムのキャップね、まあ普通だったらこう何もついてないんで、スッとね、入ると思いますんで、まあ舐めないようにね気をつけながら外してあげてください。はい、で、リアキャリアを、取ってしまってから、そのリアキャリアにねもともと穴が開いてますんで、そこの穴を使ってね、ボルトを止めていきます。でこの Z の金具ね、これホームセンターで、ステンレスのちょっと分厚い目のね、金具を買ってきました。それをね、ボルトで止めていきます。でこのボルトはね僕さっき見てもらったようにちょっと長めのボルトを使ってます。これ多分ね余ってたボルトを流用したかもしれない。ちょっと長すぎる感じもしますけど、まあいいやと思ってね使ってます。ワッシャーとあとは緩み止めの、ワッシャーですね。これで、一応止めてます。まあ、長さ一応測ってますけどね、ちょっと長すぎます多分。はい、もうちょっと短くても OK ですね。まあ、使う金具に合わせてね、ボルトは選んでもらったらいいかなと思います。後でちらっとね、映りますけど、ブイストのね、こうキャリアの方にキャリアの方の穴はねそこそこ大きい穴が開いてますんで、まあ、どっちかというと金具にボルトをちょっと合わせてあげる感じになってきますね。まあ、できるだけ太いボルト使ってあげた方が、ね、やっぱりねガチッとつきますんで、そこら辺はちょっとね調整しながら、もしかしたら僕ちょっと穴のところ金具削ったかもしれないですね。ちょっと太いボルトにしたかったんで。はい、で一箇所ね試しでボルトをちょっと一回つけてたやつ抜いてみたんですけど、まあそれをちょっとねつけて、あ今これ穴ちょっと映ってますよね。だキャリアの穴自体はね結構、大きな穴が開いてます。で Zの金具とこのキャリアの間にね、もしよかったらゴムかなんかのやつをちょっとシートかなんかかましてあげた方が傷とかいかなくていいと思うんで、僕もねなんか両面テープかなゴムかなんかちょっと挟み込んでたと思うんですけど、まあ、一応傷いかないようにとか、まあそんな感じです。で上の黒いやつね、これはジビのケースについてるベースなんで、それベースにねネジとかそういうのは全部ついてるんで、用意しとかないとダメなやつはもう Z の金具と Z の金具を、キャリアにつけるためのボルトですね。それだけあればあとはもうジビのボックスに全部付属でついてると思うんで全く問題なく、つけれます。それでね結構ねしっかりとね、まあこの Z の金具をどういう風な厚み、のものを使うか選ぶかっていうことで強度は当然決まってくると思うんですけど、そこだけねちゃんとしっかりしたものを選んであげるとかなりね、強固に取り付けができると思います。僕はステンレスでちょっと厚みのある金具を選んだんで、ちょっとそこそこお値段はした記憶はありますけど、まあ言ってもねそんなめちゃめちゃ高いっていうほどのお値段ではなかったと思いますけど、2、3000円全部でしたのかな。1個500円くらい
したのかな、ちょっと若干記憶が曖昧ではありますけど、まあ、そこら辺はホームセンターでしっかりね選んでもらったらいいかなと思います。はい、こんな感じでベースがつきました。でこの状態までしてからバイクにキャリアを戻してあげてください。若干ね上のところっていうかキャリアのさっき六角でねバイクにつけてたボルトちょっと締めにくいと思うんですけど、頑張ってそこだけやってもらったら、そこだけちょっとね締めにくいです。でつけるとこんな感じですね。ちょっとコードが1本ピロッと出てますけど、それは僕ちょっとジビのケース加工してね、前にもご紹介しましたけどハイマウントランプつけたんであんなコードが出てますけど、このね今左側に見えてるコードは本当はないんでね普通は。はい、まあつけたらこんな感じになってます。かなりねしっかりついてますよ、ガチッとね。はい、金具がやっぱりしっかりしたものを選んでるんでいい感じについたと思います。はい、で一応コードの紹介もこれも前しましたけどね、一応なんとなく、こんな感じで一応変なコード出てたんでね、紹介をちょっとしてます。でヘルメットとかもね一応ね入れれますね、無理やりちょっと締めたらね入れれます。僕のやつかなりでかいやつですけどねヘルメットね、はい、ちょっと無理やり締めてます。はい、こんな感じです。まあ今日はね視聴者さんからちょっと取り付けのご紹介ということで依頼あったんで撮ってみました。またいろいろやっていきますね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。